銀行が破綻するのかどうか、インフレ収まるのかどうか、あとフェッドの利上げと特にテクノロジー株、この4要素がいろいろ絡み合ってる現状を理解しとこうねと。はい、どうも皆さんこんにちは、真壁です。アメリカの投資家ジムクレーマーフォローしています。3月27日月曜日のマットマネーですけども、ジムクレーマーね、開口一番ノーノーって言ってるんですよね。ダメだよダメだよと、油断したらダメだよって言ってるんですよ。銀行の危機は終わってないよと。で、この日ね、銀行の株リバウンドしてダウも上がったわけですけども、だけど油断すんなよと、まだまだ全然どうなるかわかんないよと言ってるんですよね。そこは間違えたらいけないと。ただ少なくともね、こういう風に落ち着くんじゃないか、そういう事例が一個出たことは確かだなと。だから自分、これ銀行の危機、今までクライシスと、で、もっと言うならばミニクライシスと言ってたんだけども、ミニ危機だと言ってたんだけども、ちょっともうクライシスっていう言葉じゃなくてジャムにしようかな、バンクジャム、銀行の窮地と呼ぶことにするよと。で、何のこと言ってるかっていうと、これですよね。ファーストシチズンズバンクが経営破綻したシリコンバレーバンクの資産を買うと、そのことに合意したと、そのニュース出ましたよねと言ってるんですよね。まあ、シリコンバレーバンクね、 SVB 破綻してしまいましたけども、その資産どうなるのと言われてたんですけども、ファーストシチズンズが買うと、そういうことで落ち着いた。で、人によってはこう思うかもしれないなと言ってるんですよね。あれ、ファーストシチズンズってそんなに大きな銀行だったっけと。で、これね、地方銀行、地銀なんですけども、そんなに大きかったっけと、SVB 買えるほどすごかったっけと思う人いるかもしれないなと。で、 FRB のデータによると、去年末の時点でファーストシチズンズバンクっていうのは資産ベースでアメリカ30位の銀行でも、これぐらいでも買えるんだよなと言ってるんですよね。で、ファーストシチズンズで、ね、SVB の全預金とローンを引き継ぐと、そういうことなんですけども、まあ、こんぐらいの規模でもなんでこういうことできるかっていうと、そもそもね、165億ドルっていうディスカウントで手に入れる。で、その他のね、900億ドル相当の証券とかその他の資産は処分に向けてね、まだ FDIC の管理下に留まるんですけども、ただ破綻によってね、資産がめちゃくちゃね、価値が圧縮されてるから、だからファーストシチズンズの規模でもいけるんだと。ジムクレイはね、これはスイートなディールに見えるなって言ってるんですよね。お得なディールに見えるなと。だからファーストシチズンズの株ショートしてた人がこの日は焼かれたんだと。で、ファーストシチズンズバンクね、株価 54% トーンって飛んだんだってことなんですよね。だからもうちょっと俯瞰するとこんな感じなんですけども、ここトーンと飛んで、だからこれね、株主も交換してると、そういうことなんだと。で、こういうポジティブなニュースがあって、まあ、SVB 経営破綻しちゃったけども、こうやって片付いていくのねという事例が見えて、だからこの日ダウも SP500 も上がったよなと言ってるんですよね。ダウはプラス 0.60%、 SP500 はプラス 0.16%、 ただナスダックは下がったよなと言ってて、ナスダックはマイナス 0.47% で、なんでこれナスダックだけ下がってんのか、これは後から説明するよと。ただ俯瞰するとこれね、 SPY ですけども、銀行破綻ってなって、大丈夫かってなって、やっぱあかんか、うーんってなってて、まあ横っていうところですよね。でね、今回ね、ファーストシチズンズバンクがシリコンバレーバンクの資産買ったわけだけども、こういう例が今の銀行窮地に陥ってることに対する答えになるのかどうか、自分ぐらいまで、ね、自分はそう願うと言ってるんですよね。こういう感じで銀行って救われていくんだよと、それでみんなの安心感広がればいいと思うけども、ただそういうことには経験にはならないよと言ってるんですよ。今回このようなことが可能だったのは、 SVB が完全にもう破綻して株価もゼロになって、で、政府が SVB を管理してたからだと。こうやってきちんと破綻していると、次の買い手に対するリスクの大部分が取り除かれている状態になってるから、だからいいんだと。買い手も現れる。ただ窮地に陥っているだけの銀行をポンポン他の銀行が救えるかというと、それはまた別の話だよと言ってるんですよね。ということはどういうことかというと、この銀行の危機は去ってないということだと言ってるのはこれですよ。ファーストリパブリックですよ。この銀行の危機は去ってないんだと。これね、今週のゲームプランでもありましたよね。とにかくこれどうなんのか見てみようじゃないかと。で、ファーストシチズンズが SVB 買うってことで、ジムクレイマーね、このファーストリパブリックの株だって初め上がってたんだよと、16ドル超えてたんだと言ってるんですよね。で、ほんとそうなんですよね。入りの時点では16ドル超えていて、ただ結局だからどうやねんというか、ファーストリパブリックは誰もまだ救ってないわけだし、まだまだ全然わかんないよとなって、どんどん下がって13ドル台これね、落ち着いてしまった。
ただね、この時点でもジムクレーマーね、12% も金曜日の時よりは上がった状態になっている。こう、もう一度俯瞰するとこんな感じでね、ファーストリパブリック。いやー、ここのナイアガラ具合がほんとすごいですよね。でも、上がったって言ってもほんと、俯瞰すると鼻くそみたいな感じですけども、ジムクレーマーね、このファーストリパブリックをやっぱ丸ごと救おうという銀行は現れてないんだと。SVB はもう破綻してたから買い手が現れた。ファーストリパブリックはまだまだなんだと。今の段階で、この銀行のね、潜在的なリスクを全部込みで引き受けたい銀行なんかいないだろう。だから、この日だってね、こう 12% 株価上がるの。こう早すぎるよと言ってるんですよ。ファーストリパブリックの株っていうのは、こうラリーすべきじゃないんだと。そうじゃなくて、もっとどん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 株価下がらないと。じゃないと解決の目を見ることはないよと。もっとボロボロにならないと。買い手は現れないよ。で、ジムクレーマーね、自分は今の状態でどうやったらこのファーストリパブリック救われるかなと、この週末もね、ずっと考えてたんだけども、自分にはそのようなプラン考えつかなかったんだよなと言ってるんですよね。これはいいニュースか悪いニュースで言ったら悪いニュースだと思うんだと。ただやっぱいいニュースとしては、政府はどんどん積極的に何とかしようと動いてはいる。それがファーストシーズンズの SVB 買収で見えたこと。そこが見えたのはいいことだと言ってるんですよね。しかも、ファーストシーズンズのその動きがね、SVB 引き受けるよっていうのは交換されて、株価が爆上がりした。それもいいニュースだと思うんだと。株主は交換した。だから状況によっては、破綻した銀行を救うことが、交換されることにもなるという。それが明らかになったことはいいニュースなんだと。じゃあ、こういう動きね、これからの株式市場にとって、どういう意味を持つのか。で、やっぱりね、大事なのは大枠の流れを捉えることだと言ってるんですよね。大枠を捉えようと。で、それに欠かせないのは先週の動きだよなと。先週フェッドは 0.25% の利上げ決定したよなと。今だから金利は 4.75 から 5% で、で、先週ね、この 0.25% の利上げっていうのは、先々週はこれ 0.5% だと思われてた。 SVB の破綻がなければ多分 0.5% の利上げ言ってただろうと。ただ銀行の破綻があって、フェッドはね、インフレやっつけないといけないんだけども、だからといって利上げをどんどんやると銀行破綻の連鎖を引き起こしてしまう。そこは心配で 0.25% にとどまった。で、ちなみにね、このね、今回ファーストシチズンズバンクの SVB の資産の買収が交換されたのは、それぞれの銀行がきちんと自分たちがどれぐらい引き受けられるのかも含めて全部熟慮して行動できる、きちんとやってるなっていうことが目に見える形で見えたっていうのもあるんだと。ただね、大枠で捉えようと言ってるのは、こういう銀行の窮地っていうのは利上げと同じようなインパクトを持ってしまう。そこは捉えとかなきゃいけないよと言ってるんですよね。で、今焦点になってるファーストリパブリックだけども、この銀行は48時間でサクッと破綻してしまった SVB とは違う。ある程度のデポジットベースもある。ただあなたが本当にこのね、ファーストリパブリックにお金を預けてたらどうだと言ってるんですよね。平成でいられるのか。だって別にここでこの銀行を信じ切ることで自分の中でヒーロー感を確立したって、そんなこと何の意味もないだろうと。なんでそんなリスク取らなきゃいけないの、お金預けてる人は。あ、ちょっと危ないなと思ったらさっさと逃げればいいじゃないかと。安全策みんな取りたいだろうって言ってるんですよね。 FDIC の保険では25万ドルまでしか保証されない。で、多くのファーストリパブリックの顧客っていうのは大金持ちばっかりで、25万ドルよりもずっと多くのお金預けてる人が多い。そうなると資金どんどん流出するの当たり前じゃないかと言ってるんですよね。ただもちろんファーストリパブリックっていうのは座して死を待つだけの置物じゃないし、他から狙われるのを待つだけのカモじゃないよと。カモのような存在に甘んじて食い物にされるのを待っているわけじゃないよと。ファーストリパブリックもフェッドからもお金を借りれるかもしれないし、で、実際ね、政府もフェッドも FDIC もなんとかするんじゃないか。で、いろんなね、取り仕切る人たちが今の状況先回りしてなんとかしようとしている。それは見えるよなと。だからそういうこと考えると、ジムクレーマー的にはね、この月曜日、先週よりもよりポジティブな気持ちになってるんだと言ってるんですよね。で、先週やっぱりイエレン財務長官が全部を無差別に救うことはできないよと、そういうメッセージを議会証言で発して、で、そういうことはやっぱりね、これなんかおかしいんじゃないかと、みんな自信をなくして株が売られたりした。で、それ以前は何があってもやっぱね、結局のところ政府銀行救ってくれるんじゃないかとみんな思ってたから、だ、イエレンがそう言ったらちょっとビビってね、最悪預金者は保護されても結局株の買い手とか債権の持ち主は救済されないどころか、やっぱ裏にはなんかね、政府とかフェッドが手を尽くしても救えないなんかあるんじゃないかと、その懸念が強くなって。ただこうやって2歩進んで1歩下がるみたいな、こういう状況っていうのはマーケットを取り巻く状況ではいつものことだから。
で、ジムクレーマー、また話を戻すと、とにかく大枠を捉えよう。今、フェッドがインフレを抑えるのに、一番重視してるのが、賃金インフレだと言ってるんですよね。その過熱ぶりがきちんと止まるまでは、利上げを止めることはできない。じゃあね、賃金インフレっていうのはどうやって止めればいいのか。それは、一つには、やっぱね、みんながビジネスのエクスパンション、拡張をやめたら、賃金インフレは一人でに止まる。で、その方向に持っていくためにフェッドは利上げをしてるんだと。お金を借りることをより難しくしたら、みんなビジネスの拡張をやめて、そしたら人でもいらないから賃金インフレ止まる。ただね、この方法より早い方法で同じ結果を導くものがある。こっちの方がずっと危険な方法なんだけども、その方法が何かというと、実に金融システムのパニックが起こることなんだと。銀行が危ないってなってみーって言ってるんですよね。で、実際銀行資金枯渇したりしたら、もうお金ホイホイと人に貸すことができないようになる。で、これね、結果的には利上げでビジネスの拡張がないのと同じ結果になるだろうと。だから自分はこの銀行の危機、いや危機じゃなくて窮地と言うんだったなと、冒頭の言葉をぶり返しながら、もうどっちでもいいわーって言いながら、この銀行の窮地っていうのは下手したら 1% の利上げと同等ぐらいなんじゃないかと、それぐらいのインパクトあり得るよと言ってるんですよね。だから銀行の破綻っていうのはこれ以上ないぐらいのデフレ的に働く要因となる。銀行が危なくなったらお金回ってこないから、それ利上げと一緒ですよねと。でね、延々と徐々に徐々に金利が上がっていくよりも金融システムの危機の方がすごくショッキングなことで、だけどそれでね、よりインフレが収まる方向に強くいくかもしれない。銀行破綻っていうのはそういう要素だから、そういう風に見えるんだと。で、誤解しないでくれよとジムクレーマー言ってるんですよね。自分はね、もっともっと銀行危機があらわになって、どんどんインフレが収まればいいのにと言ってるわけではないよと。インフレ殺すために、もっともっとクライシス来いと言ってるわけではない。このクライシスっていう方法は、インフレを収めるのに最悪な方法で、もっと状況が悪化すればいいと願ってるわけでは決してなくて、だからファーストシーズンズの買収、SVB の資産引き受けるっていうのは、いいニュースだと言っただろうと言ってるんですよね。ただ、フェットが先週 0.5% の利上げをせずに 0.25% でとどめたのは、やっぱり SVB のような破綻する銀行が連鎖的に出てこないことを防ぐためで、で、その動きっていうのは何に追い風だったかっていうと、それはもうテクノロジー株ですよと言ってるんですよね。利上げペースが鈍化するんだから。で、デフレ的に働くってことは、それは今までインフレで利上げでやられてきたテクノロジー株にとって素晴らしいプラスである。で、マーケットはね、利下げまで見通したりしてたわけだから、これテクノロジー株でプラスで、だからテクノロジー株どんどん上がってましたよねと。ただ、この日ね、ファーストシーズンズが SVB を買った。あ、SVB、この銀行自体は破綻してしまったけども、結局のところ、その資産は救われたよなとなったらどうなりますかと。今までの、あ、銀行破綻ってデフレ的だからテクノロジー株いいなっていう、その動きが逆流するじゃないかって言ってるんですよね。だからこの日、ナスダックだけは下落したんだと言ってるんですよ。テクノロジー株、下落して、特にビッグテック、軒並み下落したよなって言ってるんですよね。アップル、マイナス 1.23%、メタ、マイナス 1.54%、アルファベット、マイナス 2.83%、マイクロソフト、マイナス 1.49%、軒並み下落した。だから今っていうのは、銀行にとっていいことが、テクノロジー株にとって悪いことになってしまっている。この大枠を抑える。要は、フェッドはインフレを抑えたい。だから利上げは、特に賃金インフレが収まるまでは利上げをやめることはできない。だけど、銀行破綻っていうのはデフレ的に働く。下手したら 1% の利上げと同等かもしれないぐらいの。それは懸念されてるうちはフェッドはあまり利上げをすることができない。で、銀行破綻っていうのはデフレ的に働くわけだから、テクノロジー株はプラスに動く。ただ、その銀行破綻、あ、意外に大丈夫なんじゃねってなると、それが逆流して、それがこの日起こったことなんだと。これが大枠ですよと。で、ジムクレーマーね、一応念を押しときたいんだけども、ファーストシーズンズは SVB の資産買ったけども、それとファーストリパブリックは別問題だということは言っただろうと。SVB が買われたのは、それはもう破綻してて資産がめちゃくちゃ圧縮されてるから買い手が現れた。ファーストリパブリックはまだまだどうなるかわからない。ここも押さえとかなければいけないよと言ってるんですよね。ということで、3月27日月曜日のマットマネーの結論ですけども、今のこのね、銀行の窮地、これが続けば続くほど、じり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 と
長引けば長引くほどガーンっていう銀行破綻っていうインパクトは薄れながらもずっと続くということで、フェッドをやっぱり利上げどんどんやり続けなければいけないと、そういうことになる。一方で今の銀行の窮地が回り回って大きい銀行が破綻しようものなら、そしたらもうね、即座に利上げサイクルっていうのは終わりを迎えて、下手したら利下げに入るだろうと。ただこっちの道の方がめちゃめちゃ痛みを伴う。これどうなるのか引き続き注目だと言ってるんですよね。ただ今のマーケットを捉えるのに何が重要かっていうのは、大枠を捉えることで、銀行破綻っていうのはデフレ的に働く。だからテクノロジー株は上がる。だけど銀行救われるかもしれないってなったら、それは逆になってテクノロジー株下がる。ただフェッドは利上げを続けなければいけない。インフレが収まるまではと。そこのね、銀行が破綻するのかどうか、インフレ収まるのかどうか、あとフェッドの利上げと特にテクノロジー株。この4要素がいろいろ絡み合ってる現状を理解しとこうねと。そういうことだったんですよね。はい、ということで視聴者からの生電話を受け付けて銘柄を解説するライトニングランドなんですけども、いくつか見ていきたいと思います。まずグラフテックインターナショナルは A でということで、これね、グラファイト製品の会社なんですよね。黒鉛の電極とかね、ニードルコークとか、グラファイト耐火製品とかね。ジムクレーマー、これはシクリカル株だと言ってるんですよね。この株今安すぎると思うんだと。でこの日ね、テクノロジー株は下がりましたけども、反対にシクリカル株は上がったんですよ。ジムクレーマー、このグラフテックはお金を生み出せるシクリカル株だと思うから、勝者だと思うよと。今この安いところで買っていいと思うよと言ってるんですよね。はい、次ドラフトキングスはということで、これね、スポーツベッティングとかやってる会社ですよね。ジムクレーマー、自分はこの会社がやってるビジネス好きだよと。自分もフットボールとかでエキサイトするからすごい好きなんだけども、ただスポーツ賭博がもっともっと多くの州で合法になるのを見たいよと、そう言ってるんですよね。はい、次 MP マテリアルズは A でということで、これね、アメリカのね、レアアースとかやってる会社ですよ。でジムクレーマーね、長らくね、この株いいよいいよと言ってて、で質問者の人ね、自分45ドルで買ったんだよねと。今26ドルなんですけども、45ドルで買っちゃったんだけども、これどうなのかな、今すごい損してんだけどっていう質問なんですよね。でジムクレーマー、何ドルで買ったかっていうのは関係ないんだと。買い値を気にすんなと。ここからどうなるのかだけに集中しよう。でジムクレーマー的には MP マテリアルズまだまだいいよと。素晴らしい GM とのビジネスもあるし、レアアース EV 会社に卸してるわけだから、自分はここで買い手だよと言ってるんですよね。はい、次ロイヤルカリビアンクルーズはあかんでということで、いやーこれね、クルーズ会社ですけども、ジムクレーマー、クルーズ会社といえばこれだよなと言ってるのがカーニバルなんですよね。カーニバル、この日決算発表があって、売上も EPS もきちんとビートしたんですけども、でも依然としてね、 EPS はマイナスでね、予想マイナス 0.60 のところマイナス 0.55 とビートはしたけども全然利益出てなくて、で初めねこれね、決算交換されて上がってたんですよね。僕も注目してたんで見てたんですけども、ただやっぱりドーンってね下がって、結局マイナス 4.77% 下がった日になってしまった。でこれ下がった理由の一つとしては、ちょっとねガイダンスが悪いんですよね。経費が増加してて、次の四半期および通期の EBITDA のガイダンスが予想下回ってるんですよ。そしてうーんってなって、まあまちまちな結果っていうことでマーケットの反応は冴えなかった。でジムクレーマーね、これね、カーニバルの決算後の株価ネガティブな動きだったから、だからこれロイヤルカルビアンもね、ちょっと今は買いたくないよと言ってるんですよね。ハードパスだと言ってるんですよ。はい、で最後ですけども、レバンスセラピティクスは A でということで、これね、美容とかのバイオテック会社なんですよね。あのボツリヌクス毒素とか組み合わせてね、シワをどうにかしてなくそうとしたり、そういうね、美容に焦点を当てるバイオテックなんですけども、ジムクレーマーね、今COVID終わってみんな外に出てる、みんなやっぱよく見られたい、美しくなりたい、だからこの会社これからもいいと思うよと、買いだと思うよと言ってるんですよね。ということで今回は以上です。今日も聞いていただきましてどうもありがとうございました。これからもジムクレーマーフォローしていきますので、まだの方はぜひチャンネル登録どうぞよろしくお願いします。よろしければ毎日マットマネーの解説記事が届くメンバー登録もどうぞよろしくお願いします。最後のおまけの英語コーナーです。はい、今回なんですけども、ファーストリパブリックのところでね、もちろんこのファーストリパブリックはただカモに甘んじて食い物にされるのを待っているわけではないよと言ってるのがこれです。 Of course, First Republic isn't a sitting duck. はい、そうですよね。 Of course, First Republic isn't a sitting duck.
長男ジランどうぞ。Of course, First Republic isn't a sitting duck. 最近なくしたもので取り戻したいものは？自分のサッカーチームのトレーナー。Of course, First Republic isn't a sitting duck. 最近なくしたけど取り戻したいものは？ペン。Of course, First Republic isn't a sitting duck. はい、言ってますよね。で、今回これなんですよね。Sitting duck。Sitting duck ですよ。で、これね、duck っていうのが、わかりますよね。これは、まあ、カモ、もしくはアヒルなんですよね。duck。まあ、あとはね、俗語でね、やつとか、もしくは可愛い人、あなたっていう意味もあるんですけども、まあ、基本動物のね、池でふよふよ泳いでるカモとかアヒルですよ。で、じゃあね、sitting duck っていうと、座っているアヒル。座っているカモですよね。そうなんですけども、普通はね、ただ座ってるカモっていうのを意味するんじゃなくて、sitting duck。どういう意味かというと、無防備な人。騙しやすい人、いわゆるカモってことですよね。日本語でもカモって言いますよね。で、これね、カモっていう動物は騙されやすい動物の象徴みたいなところがあって、鳥の模型とかおとりに使うことで結構簡単に捕獲ができる。だからね、騙されやすいっていうその象徴の動物なんですよね。で、座っているカモっていう意味ですごい隙があって無防備で騙されやすいっていうことで、だから攻撃しやすい人、騙しやすい人、いわゆるカモっていうことなんですよね。ということで、ジムクレイマーね、もちろんファーストリパブリックはカモじゃないよと、騙されるがままになってるわけではないよと、いろいろ裏で動きながら自らを何とかしようとしているよと、そういうことでしたね。ということで、今回は以上です。今日も最後まで聞いていただきまして、本当にどうもありがとうございました。 Of course, First Republic isn't a sitting duck. Of courseFirst Republic isn't a sitting duck. 最近なくしたもので取り戻したいものは？自分のサッカーチームのトレーナー。サッカーチームのトレーナー？ロゴが入ってた。トレーナーってあれかと思った。コーチかと思った。コーチ。全然なくしてないなと思って。全然いるけど。ああ、なくしたの。うん。お母さん、それあれじゃない？怒ってたやつじゃない？そうだよ。あれダメだよ、なくしたら、うん、あ、高いんだから、チームのロゴ入ってるやつでしょ。そうあれどこでなくしたの？学校だと思う。あ、そう、うん、ちなみにさ、学校って落とし物係みたいなところあんの？あるよ。あ、そう、うん、そこ行ってみた？行ってみたよ。したらどうだった？なかったなんし、まあ、めちゃくちゃでかいんだけど、うん、そこのなくすなくなくしなロストアンドファウンド。ああ、ロストアンドファウンド、ね、そうそう、めっちゃでかくて、おなんかなんて言うんだろうな、なんかゴミ場みたいなんだよね、ちょっと。ああ、ゴミが集まるとこみたいな。そんなにいっぱい置いてあるの？じゃモグラみたいに中に入んないと見つけれないし。へえ、うん、そんなにさ、落とし物溜まってるのに？なかったの？なかった。逆に言えばみんな結構落としても探さないやつが多いってこと？うん。それってあれ、服とかだけじゃなくて、服、まあ服もあるけど、本とか、あ、水筒とか。ああ、なるほどね。誰かバックパック忘れてた。あ、本当？そういうの取りに来ないんだね。バックパック忘れるってバカじゃない？バックパックの中にもなんか入ってたの？それはまあ見てないけど。でもあなた、そのバカじゃないって言うけどもさ、じゃあバックパックなくすのってさいやいやいや、だっていやいやいや、バックパックは絶対に学校から持って帰ってくるもんじゃん。それで学校で忘れることはできない。お父さんにとってはトレーナーも絶対に着てくるものだって。ではさ、着るじゃん、うん、それで取っちゃうじゃん。まあ脱ぐよね、扱ってね、脱いじゃって、それで忘れちゃうんだよね、うん、バックパックだってずっと背負ってるわけじゃないじゃん。だけどロッカーに入れるもん、うん、まあまあいい、まあ、いいけど、それはいいとして、いいけど、なくさないでってトレーナーああ、けど取り戻したい。取り戻したいね。うん。ああ、まあ、違うんだ。あれ普通の服じゃないんだもん。うん、まあ他に結構あれだよ、お父さんとお母さんはそのほら、いつもさ、チームで一番初めにさ買うやつあるじゃん。うん。でユニフォームとか絶対買わなきゃいけないでしょ。うん、トレーナーはそうじゃないじゃん。別に、ね、買いたい人、うん、でお父さんとお母さん、これいやなくすだろうな。いやー、うん、で買っねえ、これ忘れ物だからね、買ってあげたいけど結構高いし、なくすかなと思いながら買って、で
だけど結構高かったからお母さんはなくさないでねって結構断ることに言ってたのになくすからお母さん怒ってんね多分。だけどもう一つのやつはもう2年間ぐらい持ってて、うん、ずっとなくしてないから。あそう。だけどもう入んない。 Of course, First Republic isn't a sitting duck. 最近なくしたけど取り戻したいものは？ペン。ペン？うん。なくしたの？うん。どんなペン？あの緑。緑のペンなくしたの？うん。どこで？友達。友達ん家？いや友達が盗んだ。友達が盗んだ？うん。ああ友達がもう取ってったの。へえ。クラスメート。クラスメートに取られたの。うん。それ取り戻せばいいじゃない。うん。取り戻す？うん。まだ取り戻してないの？まだ。いやどうやって取り戻すの？どっかに行った時。でも友達がどっかに行った時？うん。にこそっと取り戻すの？うん。ええー。おいそれは俺のペンじゃねえか、ちょっと返せよって堂々と言ったらいいんじゃない？けどそしたら怒られる。ああそしたら怒られて喧嘩になるの？うん。あー難しいね。うん。でもお父さん今お仕事してるけどそういう難しいことばっかりだから、だからそういうのどんどん練習して